Windows Essentials 2012を削除する。10年一昔と言われる中で、Windows Essentials 2012は今日までよく生き延びてきました。まだ重宝して使っている人もいるでしょう。でも次々新しいアプリが開発されて、肩身が狭くなるばかりです。もうすでに Windows Essentials 2012を削除した人もいるでしょう。いざ削除しようと思っても、なかなか削除させてくれないのが Windows Essentials 2012です。一番簡単な方法は、スタート設定アプリで Windows Essentials 2012を選択して、アンインストールします。削除操作をしているのに、消えてくれないことがあります。次はスタート Windows System Tool Control Panel プログラムのアンインストールです。Windows Essentials 2012を右クリックして、アンインストールと変更で削除します。上記の2つで削除できないときは、タスクバーの高棚の検索欄にオラープと入力します。表示したアイコンを右クリックして、アンインストールを選択するか、ファイルの場所を開いて、直接デリートキーで削除してしまいます。